どうもこんにちは。今回はキャンプ場に来てます。今日はね、平日なので、まあいつものように缶ソロです。いいですね、缶ソロっていうのは。で、今回はですね、ネイチャーハイクさんからテントと寝袋とエアマット、これをですね、一式ご提供いただきました。ちょっとこのネイチャーハイクっていうのはまだ知らなかったメーカーではあるんですけども、今回はですね、これを使ってキャンプをしてみたいなと思います。まあ、まずはね、設営してみましょうか。まだね、開けたこともないんですけども、これが今回のテントはね、2人用です。まあ、かなりね、コンパクトなサイズなんですけども、その分ね、撤収とかも楽だろうなという感じがしてます。ちっちゃいね、袋があったんですけれども、これには、ガイドロープかなとペグが入ってます。で、もう一個のね、このちょっと長い方がポールですね。おそらくポールが入ってるんだと思います。なんかね、こうやってちゃんとビニール袋に入ってるんですが、多分ね、中国製のメーカーなんですけど、この辺ね、すごいちゃんとしてますよね。で、一応ね、もう組み立てられなかったらいけないなと思って、来る前に勉強はしたんですけど、できるかな。こうだと思うんだけどな。こんな形で自立するようになっています。んで、そうですね、簡単だな、これ。ここまでの段階でもね、すごく簡単なんですが、今ですね、同じネイチャーハイクのエアマットを敷いてみました。こんな感じでですね、もう本当ぴったりなサイズですね。端っこまでいってるような感じです。で、一応ね、テントなんですが、上の方にね、ライトなんかを引っ掛けるところがあります。それとですね、今回一番気になってるんですが、この寝袋。寝袋はね、布団型のやつです。ね、ちょっとだけ心配なのが、これで耐えられる温度が確か5度、5度でした。今日ね、昼間の時点で8度とかなんで、もうその寒さですよね。寒さにさえ耐えられれば、今日は問題なく過ごせるんじゃないかなって感じがしていますね。こんな感じの。
手軽なテントです。なかなかね習慣がないのでグランドシートを敷くのを忘れたりとかしちゃったんで、ちょっと手間取ったのは手間取ったんですが、普通に設営する分には多分10分もかからないんじゃないかなと思います。で現にですね、今回初めて開封して初めて設営してっていうのをやったんですけども、開封の様子を見てもらうと分かる通り、もうねパリパリくっついてるぐらいの完璧な新品状態だったので、設営したことがないというのはですねよくお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですが、それでもですね大体10分ぐらいで設営ができました。10分かかってないんじゃないかな。でそれぐらいで設営できるので、次からはね全然もっと早く設営できるんじゃないかなと思います。一応ですね全体を歩きながら見ていってみようかなと思いますが、まずここはね前室があります。これぐらいかな、これぐらいなのでそんなに広くはないんですけども、ないよりかはあった方が絶対いいと思うんで、靴を置けるぐらいの前室はあると思っていただければなと思います。でこの後ろの部分ですね、後ろの部分は何だろう、これ、なるほどこうしろってことか、こうするのかな、なるほど、こうやって固定するんだ。マジックテープですね、マジックテープでここを固定できるようになっています。本来ならばここで引っ張ってテンションをかけるということですね。なるほど、でここがですね空気が循環するところですよね。なるほど、この形はちょっと初めて見たな。で、こっち側の部分があって、こっちもまだ貼ってはないですけどね、貼ってはないですけど大丈夫でしょうというのが今回のこのテントの前景です。はい、こんな感じで前室に靴を置いときました。明かりはもうこれだけですね。このねエアマットも結構大丈夫じゃないかな。エアマットはいい感じなんですが、今回枕を持ってくるの忘れて、しょうがないのでこの上着を枕にしようかなと思います。こんな感じでこの寝袋がね5度までしか対応してないんで何とも言えないんですけど、とりあえず寝てみましょう。でもね、エアマットはね結構いい仕事をしてくれるかもしれないです。じゃあそういうことでおやすみなさい。あー寒い。ちょっとね一回ね寝たんですけど、寒さで目が覚めました。ちょっとこれは寒いな。こういうこともあろうかと思ってですね、寝袋をねもう一個持ってきてます。これで多分大丈夫だと思うけど、寒っ。あったかい。ちょっとさすがにですねちょっと寒すぎる。めっちゃあったかい。今回ですね入れ袋の寝袋これを持ってきてましたが、これなら大丈夫ということで、今度こそおやすみなさい。おはようございます。途中でですねさすがに寒くて寝袋を交換しました。気
気温はですね、昼間が7度か8度だったので、まあおそらく3度、4度とかなんですかね。もうちょっと寒かったかもしれないですけど、ちょっとね、やっぱ薄いのもあって寒くて、こっちの寝袋に交換しました。でね、こっちだったらですね、全然問題なく寝ることができました。寒くもないですね。この寝袋がですね、多分 2,3,000円ぐらいだったのかな。それぐらいの値段で買えるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。しかもあったかいっていう。でね、あとエアマットなんですけども、これもねすごくね安かったですね。体が痛くなることもなく、今日持ってきてる装備はですね、全部コンパクトなので荷物として場所を取らないっていうのがすごくいいですね。ソロとか2人ぐらいだったらこれぐらいで十分なんじゃないかなという感じがします。テントもですね、ちっちゃいかなと思ったけど、まあ問題ないです。天井もですね、こうやって手を伸ばしてちょっとつかない感じです。もうちょっとあと5センチぐらい余裕があるかなという感じですね。ただやっぱりね、広くはないので着替えるときはまあ気をつけないといけないかなという感じですね。テントの中はですね、こんな感じで結露はあるんですが、テントの中が濡れてるかというとそんなことはないですね。前室はこんな感じなので、まあまあぼちぼちなものは置けるのかなという感じです。さあ、じゃあちょっと朝なんでのんびりしますか。